このバイクが PCX JF56 原付2種で 125cc です。カラーは僕の好きな色でキャンディーノブルレッド。ライトは2台目からオール LED となっています。とても明るいです。リアボックスはホンダ純正のものを使っています。ハンドル周りの紹介です。ハンドルブレスバーをつけ、ドリンクホルダーをつけています。中央にはヘルメットホルダー、左側ハンドルの脇にキタコのヘルメットホルダーをつけています。2つあるとね、ちょっとその辺まで買い物行くときに、タンデムの場合だとヘルメットをかけられたり、コンビニのね袋をかけたりとか、いろいろ便利に使えるので役に立っています。JF56 は2代目 PCX でアナログメーターなのですが、メーターバーが外回り、とてもかっこいいと思ってしまいました。なんとなく個人的な話ですが、このフォルムが私は大好きです。今日は娘の子ダンダンと撮影も兼ねてタンデムで景色のいいところまでやってきました。ウィーンという感じではないんですけども、加速がすごく良くてね、伸びるというなんか表現でしょうか、それが合ってるかと思います。とてもスムーズです。燃費も乗り心地も良くてね、本当におすすめのバイクだと思うんですけども、ただ私はね、個人的にバッテリーの消耗が気になって、アイドリングストップ機能っていうのはあるんですけども、使っていません。少しね上り坂になってきました。でも全然この程度のね上り坂は本当にもたれもなく、タンデムでもねスイ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 気持ちよく上がっていきます。戻ってきました。今回は僕の愛車の紹介ということでお送りしました。とても気に入っています。バイクがあるとライフスタイルも変わって、こんなところにこんな店があるんだとかのね発見もあって楽しいと思います。洗車、タイヤ交換、これからもいろいろお送りしていきますので、よろしくお願いいたします。バイバイ。
バイ。